皆さんこんにちは。目の見えない方、見えにくい方のためのニポラチャンネルを、今日から始めることにいたしました、日本ライトハウス情報文化センターの松本です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルでは視覚障害者の方々が日常生活で活用されている情報機器の操作方法や設定方法を中心にご紹介していきます。でまず、本日、使う iPhone なんですけれども iPhone 8という機種になります。でこの iPhone 8で OS のバージョンは iOS 13になっています。で現在ここの iPhone、この状態ではまず、生産者の方も使われている状態と同じボイスオーバーはオンになっていない状態です。ここからまず最初ボイスオーバーをオンにするというところを行きますが、ここではまず Siri を使って行います。ホームボタン長押しをするとボイスオーバーオン。はい、ボイスオーバーをオンにしました。ということで読み上げ機能がまずオンになりました。設定で、そうするとこうやって、例えばフリックというのをするとアップストア8個のアップデートが利用可能。選ばれているところが四角い枠で囲まれて1個ずつ移動していきます。通常音声が出ていない時というのは、もうタップをするとそれがパンと開きますが、ボイスオーバーオンになっている時はこういった形で選択をされて、それに対して次何をするかという状態になるので、このような使い方になります。ではこのボイスオーバーを使う上でどのような設定をしたらいいかということで、まずはアクセシビリティ機能で、よく、基本的にしておいた方が良いと思われる部分から紹介していきます。ではまずアクセシビリティ機能は設定というアプリの中にありますが、これも Siri で呼び出します。アクセシビリティを起動。アクセシビリティの設定を見てみましょう。設定で、今アクセシビリティの機能が画面が開きました。ではここの中で、特に設定しておいた方がいいと言われる部分で、一番下にありますがショートカットという項目、ここ、何をするところかで、ここをまず開いて、アクセシビリティ機能のオン、ホームボタン、アシスティブ、ボイスオーバー、はい、ここでボイスオーバーというのがありまして、今選択されていないので、ここでダブルタップというスパイクポンポンと叩いて選択をしました。でこれをすると何ができるかというと、実はホームボタンを3回素早くボイスオーバーボイスオーバーのオフ、ボイスオーバーオンということで、すぐに読み上げ機能を出せますので、例えば視覚障害の皆さんが、生産者の方にちょっとサポートを受けたいとかいう時に、ボイスオーバーを切った状態で見てもらったりすることができるようになるので、ここぜひしておくといいと思います。アクセシビリティ、戻るボタン、ショートカットの設定が終わりましたら、アクセシビリティ機能の最初の状態に戻りまして、設定続いて、戻るボタン、行うのがアクセシビリ、アクセシビ、視覚サボイスオーバーオン、このボイスオーバーの中に入っていきます。このボイスオーバーという設定の中に入ると、ここの中で設定できるものとして1個ずつ進んでいきますが、スクロールするにボイス読み上げ速読み上げ読み上げボタン、まず読み上げという項目があります。ここを開いて声超語ボタン、今皆さん聞いていただいているようにボイスオーバー日本語が出ていますが、新しい言語を追加、新しい言語を追加というのに入りまして、そうすると日本語、実はここにも日本語があります。この日本語を追加します。声超語読み方ピッチピッチ全7ボイスオーバー、はい、読み上げ編集ボ声これで日本語を通ってボイスオーバー、そしたらここ戻ります。でこの日本語を追加する理由何かと言いますと、基本的に iPhone はマルチリンガルということで、英語の時になると英語の合成音声が出たりするんですね。でもやっぱりこう日本人で日本語で全部聞きたいという時には、そこで言語で日本語を追加しておく必要があるので日本語を追加しました。ボイスオーバー、ボイスオーバー、続きまして今度はこの中にある読み上げ速クリックをしていきますが、読み上げ展示オーディオ
コマンド、アクティビティ、ローター、ボタン。今度はローターという、ローターというのはどういう操作かというと、ちょっと一回入りますが。選択中の文字。ローターというのはこの親指と人差し指でくるっと画面を回転すると、今編集と言いましたが、言語、言語、見出し、サウンド。そういう形で、ボイスオーバーを使っている環境で、その、動かしたい要素を選びます。句読点で例えば、この状態で読み上げ速度、速度って言った時に、上振りしたりするとスピードが変わる。下に下げるとスピードが下がるというふうに、このローターの中の要素を選ぶのが、このローターという項目なんですけど、ここの中で、もともといろいろ選ばれているんですが、ここでちょっとずっとクリックして。コンテ、チェン、見出し、リンク、リンク、チェン、フォーム、表、表、リメージ、イメージ、静的的、静、拡大、拡大、同じ、同じ、縦方、縦方、オーディオ、オーディオ、展示、展示、テキスト選択。はい、テキスト選択っていうのがあったら、ここ、選択をします。テキスト選択。ダブルタップで選択したら、これで戻ります。で、この選択。ボイスオーバー、戻るボタン。テキスト選択というのは何かというと、まだすぐに使うことではないんですけれども、例えば皆さんが、iPhone でホームページを見ていたときに、あ、ここの一文だけコピーしたいなとか思うことが出てくると思います。そういうときに、選択をするというのを選ぶときに使いますので、ぜひ選択をしておいてください。で、続きまして、この、設定のボイスオーバーの中から抜けます。で、今度はですね、このアクセシビリティの中の、ボイス、画面表動作、読み上げ、バリアフリッチ、タッチ、タッチという項目があります。このタッチという項目の中に入って設定をしていきます。画面をタッチする、簡易アクセス、オン。はい。簡易アクセスというのがオンになっているので、これオフにします。これは何かというと、ホームボタンのところね、ポンポンと短く、軽く触れると、画面がね、ちょっと下に下がってくるという機能なんですけど、必要ないので外します。ホームボタンを 3D タッチ及び触覚タッチ、オン、ボタン。これも外します。3D タッチ、3D タッチ、オン、オフ、タッチ。この3D タッチというのが何かと言いますと、こう画面を触っていた時にグッと押し込むプレスという操作をするとそれが動いてしまうという機能なんですね。で、これ自体は iPhone 6S 以降の iPhone に搭載されている機能ですけれども、やはりこう誤作動、間違って操作をしてしまうということが多いので 3D タッチをオフにします。で、一番最新、昨年の秋発売された iPhone 11からは、この 3D タッチ不評だったのか、廃止されていますので、タッチスクリーン、はい、シェイクで取り消し、iPhone、バイブレーション、このスイッチ、通話を、電話または、アシスティブ、画面、簡易、ホーム、3D タッチ、シェイクで、シェイクで取り消し、もう一つ、シェイクで取り消し、これもオフにします。これは何かと言いますと、文字入力をしているときに、あ、間違えたというときにパッと振るとですね、文字を削除していいですかという警告が出たりするんですけど、やはりこれも慣れていないときは何かわからないけど、急にこうキャンセルのボタンが出たというふうに言われる方もいるので、外しておきます。で、アクセシビリティ、戻る、アクセ、定の中の機能は、以上で、まずアクセシビリティの設定機能は以上になります。アクセシビリティの設定が終わりましたので、続いてはキーボード、文字入力をするときに使う部分の設定に入りたいと思います。まず、設定、戻るボタン、戻って、設定、戻って、設定、見出し、で、検索、戻ってきたら検索フィールド、アクセシビリティから一般に入るので、設定の中の、Wi-Fi、Bluetooth、モバイル、通知、サウンド、おやすみ、スクリーン、一般、ボタン、一般情報、というとこ開きます。で、ここの中にキーボードがありますので、エアプレート、カープレ、ホームボタン、iPhone、アップ、日付、キーボード、ボタン。キーボード来たので、ダブルタップをして開きます。キーボードに、ボタン。ここの中で進んで、ユーザー辞書、ま、クリックでボタン、進んで片手用キー、すべてのキー、自動修正、はい、オン。この自動修正、オンになってますが、これ、オフにします。オフ。
これオフにする理由は、例えば皆さんがメールを送るときにメールアドレスを入力する。で、メールアドレスというのは結構アルファベットが、こうちぐはぐというか、まあ、あの脈略のないアルファベットの羅列になっている場合とかもありますが、そういうのを自動的に修正されてしまったりするんですね。なので、極力自分が入力したもの以外に勝手に修正されるのを防ぐという意味ではオフにします。はい。文字プレビュー、続いて文字プレビュー、これオフにします。これは何かというと、例えば、皆さんが、アルファベットで文字を入力しているときに、こうキーボードの文字がちっちゃいので、例えば M というところに持っていった時に指を持っていくと、そこの上にポップアップで大きく、ちょっと少し大きめに M という文字が出るとかいう、そういうポップアップの画面を出す機能なんですけど、これは特に必要がないので外します。音声入力で、音声入力はオンでいいですね。音声入力言語、ボタン、続いてインターネットに接続、Siri に頼む、音声かな、見出し、フリックのみ、オフ、スマート全角スペース、はい、スマート全角スペースというのは、もともと iPhone ではしばらくの間は日本語変換の時、アルファベットの時、常にスペースは半角しか入らなかったんですけど、今の iOS になってからは、日本語入力の時のスペースは全角に入るように変わっているので、ここはオンのままで入っています。英語、見出し、で次、英語のキーボードですが、自動文字入力、はい、これ1文字目を必ず大文字にするという機能ですが、これもやはり勝手になると困るので、オフにします。スペルチェック。で、スペルチェック、これももう必要ないので外します。オフ、キャップスロックの使用、オン。これは必要なので入れておきます。予測、オン。で、予測も必要ですので入れておきます。謎に入力、オン。で、謎に入力、ボイスオーバー使っているときは、謎ることはないので外します。で、ピリオドの簡易入力、オン。ピリオドの簡易入力、これスペースキーをポンポンと2回押すと、ピリオドが入るという機能だったりするんですが、これも必要ないので外します。オフ、空白キーをダブルタップでピリオドと空白を入、ピリオドの簡易入力、空白キー、で空白キー、空白キーを、はい、以上までがキーボードの設定になりますので、設定説明終わります。一般、はい、キーボードの設定終わったので、画面を元に戻していきます。設定、戻るボタン、設定、見出し、一番最初に戻ってきました。見出し、続いては、しておくといい設定、例えば iPhone を傾けたら勝手にロックがかかるとかですね、そういう必要ないと思われる設定なんですけれども、これは画面表示の明るさという項目で、ね、検索、松本、機内 Wi-Fi、 Bluetooth、 モバイル、通知、サウンド、お休み、スクリーン、一般、コントロール、画面表示と明るさ、はい、ボタン、ここでダブルタップして開きます。外観モード、見出し、開きましたらまたフリックで移動していきます。選択中、ダーク、自動、オ、明るさ、見出し、自動、オフ、明るさ、画面の明るさ、ブルードーン、異なるか、ないとし、自動ロック、1分、ボタン。自動ロックというのは、何も操作していないときに1分経つと勝手にロックがかかるというものなので、もし伸ばしたいときはここで、開いて、1分、2分、3分、4分、5分、ロックしないというのがあるので自由に選んでください。で、ここを選んだと、手前に傾けてスリープ解除、オン。はい、手前に傾けてスリープ解除、これ、勝手にロックかかっ、ロック解除しようとしてしまうので、やっぱりバッテリーの持ちとかの問題もあったり、カバンの中に入れている時にですね、いろいろ動いてしまうということなので、オフにします。テキストサイズを変、文字を拡大表示、 iPhone の表示を選択します。画面表示の明るさが設定になるので、先ほど様々な設定をしていきましたが、最後にもう一つ設定しておいた方がいいことがあります。これは向きをロックするという設定なんですけども、今どういう意味かというと、例えば今ライトハウスのホームページを開きましたが、フォーマットのオプション、ウェブサイトページの先頭です。今 iPhone を縦に持っていると縦向いています。ただこれを横向けると、横向かな。あ、向いたかな。
横向き。あ、今こういう形で横向きました。で、こういうふうに縦向けると縦向くという形で、自分が iPhone をどのように持っているかでこう動かしたときに縦向いたり横向いたりっていうのをする。横向き。ページの先頭。視覚障害の方はやはりこう一定の場所ではなく、勝手にこう画面がずれてしまうというのは非常に使いづらくなるので、この向きをロックするという設定をします。これはこの一番上の16時30分ところを触って時間を読み上げた時に3本指で上に上げるとコントロールセンター機内モード切り替えボタンオフで、ここの中でモバイル Wi-Fi Bluetooth メディア iPhone 前の再生次の画面のお休みも明るさ音量画面見ろフラッシュライトタイマー計算カメラ画面 QR Apple T Apple 画面計算タイマープラッシュ画面音量画面見回り音明るさお休みも画面の向きをロック画面の向きをロック切り替えボタンというところでダブルタッチしてオンにします。そうすると、先ほどのホームページに切り替えます。あ、ごめんなさい。切り替わらない。アップスイッチャー、サファリ、切り替わりますが、サファリ、ツールバーを表示、ボタン、この時に iPhone 開いてますが、向きを横しても、横に向けても向かなくなる、固定されるという形になります。皆さん、聞いていただいてありがとうございました。今日さまざまな、設定本当に基本の部分についてご紹介しましたが、これがベストというわけではなくて人それぞれさまざまな設定がありますが、一つこういう設定をしておくと良いのかなという部分の紹介をしました。1回目は以上で終わります。で、次回、第2回目は iPhone の基本操作方法についてご紹介をしたいと思います。本日はありがとうございました。